はい、今日はドキドキ感についてお話しさせていただきます。メンズエステの店長山田でございます。6年間、メンズエステの経営をさせていただきましてね、店長ずっとやってきまして、その経験に基づいたお話ができますので、それなりに信頼度のあるお話かと自分自身では思っておりますが、日本全国いろんな経営者がね、またいろいろなセラピストさんが一生懸命メンズエステ業界を支えておりまして、僕の考えも、多くある考えの一つ、参考程度にしかなりませんので、あくまで参考までに聞いていただければと思います。柳橋 Q チャンネルで、ドキドキ感ですけれども、まずメンズエステ店っていうのが、男性を元気にする、心も体もトータル的に元気にするという、サービスでございます。そして、生きていくっていうことをね、サポートしたいと思っております。皆さん生きていくの結構大変じゃないですか、ね、20代の頃はね、なんとかなるべっていう感じで、若かったし元気だったし、そしていろんな経験も足りてない中でね、まだいける、俺ならいけるっていうふうに思ってね、皆さん一生懸命生きていらっしゃったと思うんですけど、それが30、40、50になるにつれてね、自分の、僕なんかはね、自分のその限界も感じたりとか、また体力の低下が著しくなってきたりとかね、生きていくのだけでも大変じゃないですか。で、なのでね、その30代、40代、50代、メンズエステ、メインのユーザー層の方たちがね、頑張って生きていけるようなサポートができればいいなっていうのがメンズエステ店なんですよね。それだけお話しさせていただいてもすごくいい業界じゃないですか。なのでね、働き盛りの方たちの人生のサポートと考えたらね、非常に社会貢献性の高いというか、日本の経済を支えている方たちを支えるっていうことでね、考えると、本当にね、日本のためのビジネスだと僕は思っておりますし、僕ら運営者というよりはね、セラピストさんはまさにそれをダイレクトで、生きていく力を提供できる方たちですので、本当に尊い仕事だなって、思いながら日々運営しております。そして今日はドキドキ感、メンズエステ店っていうのはオイルマッサージ店でございますけれども、マッサージとドキドキ感と安心感、3本柱で運営させていただいてるんですね。これも僕が勝手に決めたことでございまして、他の経営者さんは全く別のことを考えてるかもしれないですけどね、3本柱どれが欠けてもダメ、安心感が欠けてもダメだし、ドキドキ感が欠けても、やっぱり物足りないですよね。で、ドキドキ感っていうと、エッチなあなたは、なんかやらしいわねって、いかがわしいんじゃないのって思うかもしれませんけれども、僕らはそのドキドキ感を真剣に真顔で、提供したいと思っております。なぜなら人間はね、ドキドキすることによって、若さが維持できたりするんですよね。これは男性も女性も同じだと思うんですが、ドキドキする機会が多い方の方がやっぱり、心も体も若くいれる、健康でいれる、元気でいれるっていうのがなんとなく想像つくじゃないですか。で、男性に対しては、ドキドキすることでテストステロンという男性ホルモンが分泌されて、より、若々しく健康でいられると科学で証明されておりますので、やっぱりドキドキ感の提供っていうのは本当に理にかなっているというか、必要なことなんですよね。そのドキドキ感というものを提供するサービスなんてなかなかないじゃないですか。だから僕らがその役目を担っているという感じでございます。で、テストステロンの話ちょっとしておきますか。30歳をピークにテストステロンの分泌がどん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 下がっていくと。で、テストステロンっていうのが、若さとか元気とかね、バイタリティを精神的にも肉体的にも若々しい状態で入れるホルモンでございます。30代、40代、50代下がってきたテストステロンの分泌量を少しでもアップさせることによって若さを取り戻すというのがメンズエステの効果でございます。なのでドキドキ感の提供をさせていただくと、個室でね、1対1で健康的なセラピストさんと一緒にいるだけでドキドキしたりするじゃないですか。なんとなくわかるでしょ、感覚的に。で、女性だって、好きな俳優さんと一対一で、しかも俳優さんがマッサージしてくれたりしたらドキドキするじゃないですか。それ自体がすごく、健康にいいというかね、若さにつながることでございます。ね、僕ら40でちょうどだからメンズエステユーザー層ですよ。やっぱりね、プライベートでドキドキする機会なんか減ってくるわけですよ。
ね、僕みたいに離婚してる方も多いし、また結婚しないという方も多いし、ね、結婚してても奥さんとそんなに仲がいいっていう、ような方の方が少ないような気しませんか。そんな中でね、じゃあいつドキドキするんですかって、ね、それを僕らはアウトソーシングされてるような感じ、本来家庭で提供を受けられるドキドキ感とかね、安心感をメンズエステに、お金を払って利用することによって得るっていうのが、このメンズエステの、まあ、ビジネスモデルというか利用モデルなんですよね。そして鼠径部のマッサージで、鼠径部って聞いてもね、やっぱりいやらしく聞こえるかもしれませんけれども、オイルマッサージで、必要な箇所、鼠径部まで流す、鼠径部のコリをほぐすことによって、体が楽になるというね、マッサージに必要だから僕らはやらせていただくんですね。でがっつりやりますよ、鼠径部。ただ、鼠径部のマッサージというのが、まあ、おりんりんのそば、要はキワキワな部分なので、男性のお客様はね、やっぱりちょっとおお、そこまでやってくれるんだっていう感じで、ドキドキしていただける。それが副産物ですけれども、そちらのドキドキ感もしっかり提供するために鼠径部をがっつりやらせていただくわけでございます、うん、なのでね、別に性的な意味でも射精を促すとかね、そういうことでもないし、エッチな意味っていうわけではないので、男性を心も体も元気にするために、そういった部位もやらせていただくと思っていただければと思います。で、これからメンズエステのセラピストさんやる方ね、なんかいかがわしいとこでしょ、エッチなとこなんでしょって思ってる方いらっしゃるかもしれませんけれども、感覚的にちょっと違うんですよね。男性の真の健康をサポートするために、鼠径部をやったりドキドキしていただいたりもするわけですから、本当にね、真剣にやっていただきたいですし、それで救われる、なんていうか、命があるって言っても過言ではないんですよ。メンズエステに通っていただいてね、まあ、ペースは人それぞれですけれども、お客様それぞれですけれども、心とか体とか、そしてホルモンとかね、癒されたり若々しくなったりとかすることによって頑張って生きていける、明日も仕事頑張れるって方がたくさんいるんですよ。僕らは社会貢献の授業をやらせていただいてるわけですから、なんていうのかな、曲がった目で見ないでね、エロければいいんでしょうみたいなような、逆にね、そういうようなセラピストさんもいるかもしれないですけども、まあ、エロっていうことはね、すごく大事なことなんですけどね、エロければいいんでしょっていう単語にするとちょっと いまいちですね、単語というか、その言葉にするとエロを、エロはいいんだけど、エロっぽい雰囲気もドキドキするじゃないですか、エロっぽい感じもドキドキするじゃないですか、だけど、エロけりゃいいんでしょ、抜けばいいんでしょ、チンコ触ってりゃいいんでしょっていうのことではないんですよね。真剣にドキドキ感の提供、どうしたら、どう振る舞ったら、どういう施術をしたらドキドキしていただけるかなっていうのを日々考えながら、接客施術していただきたいなと思います。ということで終わりにしましょうか。ドキドキ感の提供、なぜするかっていうお話をさせていただきました。真顔で、言ってますからね、本当に男性を元気にさせるツール、チンコじゃないよ、リンリンじゃないよ、心とか体とかもみなぎるパワーを、仕事頑張る、家族を守るっていうパワーを再度生み出すサポートだと思ってますので、ぜひね、真剣に取り組んでいただければと思います。失礼します。